第2レース枠なり3対3の体系でスタートしていきました。少しばらけましたが1号艇5号艇がスタートを先行して1マークに向かっていきます。5番が内に寄せていきましたが2番もと競りながらも1番まで叩く。さあそして大外からまくり差し、6号艇の中島が突き抜けてきました。先行6番の中島誠一郎、追走は5番の楠木翔太郎、そして3着争い3番4番1番接戦、最後方は2番です。スタートは前提正常でした。6番5番の順で2マークを運んできました。その後方で3着争いは3号艇の池上と4号艇田中の接戦になっています。内に3番、外は4番、3号艇4号艇並んだ格好レースは2周目の攻防です。主導権握ったのは6号艇の中島誠一郎、2周目1マークを運んで向こう正面です。追走5号艇の楠木翔太郎、3番手争いですが4番5番にアクシデントが起こりました。これで体型の方も変わって先頭から6番4番3番643後ろ2番1番となっています。